笹山遺跡出土新八型土器京都大学総合博物館企画展示にて撮影。笹山遺跡は新潟県十日町市中条大津3081番地、他にある縄文時代と中世の遺構が重層する複合遺跡である。縄文時代の火炎型河原家が出土した代表的遺跡の一つで、十日、長子の史跡に指定されている。現在、 遺跡には、市営陸上競技場、笹山野球場、笹山城門館などが建設されているが、未発掘の範囲を中心にして、遺跡広場として利用されており、復元建て穴住居あと2軒が設置されている。笹山遺跡は品濃川右岸の貸し団球場に位置する。スポーツ関連施設などの建設に伴い1980年代に7時に、渡る調査が実施された。また、 2002年から2004年にかけて範囲確認調査が行われ、2011年から2013年に3時にわたる学術調査が行われている。第1から7次調査及び範囲確認調査については、発掘調査報告書が刊行されている。それによると、縄文時代に帰属するものとしては、縦穴住居跡7ロア後105期、土工5期、排斥以降1期、 埋設土器36基などの遺構と、火炎型瓦家を含む多数の土器、土偶、石器などの遺物が出土した。縦穴住居跡や路跡などが環状内芝定型に配置された集落跡で中央域には埋設土器が小規模に集中していた。瓦家形式から見ると、集落は縄文時代中期前容から後期前容に営まれたもので、 主体的な時期は、中期中央から紅葉とみられる。中世に帰属するものとしては、掘ったて柱建物あと27期、単や工房あと2期、井戸あと1期、溝あと 1, 1期、土工などの遺構と、政治、白寺、陶器、派生出土器、硯、砥石、鉄属、担当、北宗船などの遺物が出土した。これらは、形式学的に13から16世紀に否定される。 鎌倉時代から戦国時代にかけての豪族の屋敷あるいは館を各に展開した武士層の集落跡と推定されている。復元された火炎型瓦家の数は信濃川流域の同種の遺跡の中では最も多いと言われている。出土品のうち縄文時代の土器、土製品、石器、 石製品など九百二十八点は九百九十二年六月二十二日付で一括して、国の重要文化財に指定され、九百九十九年六月七日付で、国宝に指定された。国宝指定名称は、新潟県笹山遺跡出土新八型土器で、深鉢型河原家十七点の他、河原家、土製品七十二点、石器、石製品の七百九十一点、 縁柄界8点が国宝の不指定となっている。深鉢が高原家57点のうちには、火炎が高原家14点と、王冠が高原家3点を含む、縄文時代の土器として国宝に指定されている、資料としては唯一で、新潟県唯一の国宝である。指定物件は、すべて10日、調子博物館に保管されている。 新潟県笹山遺跡出土新八型土器以下は、不指定火炎型土器は、縄文土器の形式分類上は、信濃川流域に分布する、馬高遺跡を標識遺跡とする、縄文時代中期の馬高式土器に分類される。器の外面の髪型に、横、S 字型の装飾を有し、最上部につけた取っ手に、土坂のような飾りをつけ、取っ手と取っ手の間の器縁の部分にも土下状の、 突起を連続させる。これらの全体の形詞が燃え上がる炎を連想させることから火炎型土器と呼ばれている。笹山遺跡出土土,土器のうちには火炎型河原家とは別に取っ手に景観状の飾りを持たないものが3点あり、全体の形状を王冠に見立てて王冠型河原家と呼ばれている。国保指定時の文化庁の解説では、系統管型土器と、 王冠型土器を含む上区分として火炎型土器の故障が使用された。2000年から毎年1回国宝指定を記念して中条畜新公会主催の笹山縄文誌が開催されている。地域の町内会や団体が縄文時代をコンセプトにした露店を展開し、また地元の小中学生による出し物があり、地域の祭りの一つとして大きな盛り上げりを見せている。 ゲストに、俳優の狩りや俊介などを招いており、近年では2000人以上の来場者がある。ありがとうございます。